LT932 ガーデンシティ草津 LT932 と、ヒカリアの旧ロゴ LT932 ガーデンシティ草津は、滋賀県草津市にある、市街地再開発ビルである。JR 草津駅周辺を再開発し、既存の商店街を含む、市街地の構想化をするとともに、大型店などとの並存させる構想が生まれたのが、始まりである。 この駅周辺再開発の一端として、東口側の地権者などが集まって、草津市、駅前栄地区都市再開発準備組合を設立し、当時滋賀県内では最高想となる十八階建ての超高層ビルを建設する構想をまとめた。この構想を実現するため、九百八十五年十二月一日に、草津駅前栄地区市街地再開発組合を設立し、 事業を本格化させた。そして、1986年5月7日から、対象地区内の店舗の営業を継続するための仮店舗を建設し、同年9月13日に仮店舗での営業を開始することになった。当ビルは1986年11月29日に着工されたが、当ビルとも接続する草津駅前の歩行者デッキは、同月に完成している。 ビルの愛称は一般公募され、1987年6月12日に LT932 に決まった。また、ビルの運営会社として、草津市などが出資して、第三セクターを設立するため、1987年10月15日に、設立発起委員会を開催することになった。1988年5月に、 大規模小売店舗法に基づく商業調整会議で計画通りの規模での出店が認められ、同年6月には61の出店事業者が決定した。当ビルは1988年7月8日に上等し、同年10月25日に出店者による商店会の設立総会を開催するなど開業に向けた準備が進められた。また、同年12月10日には、 国道1号に通じる都市計画道路、草津駅前線が開通することになった。1989年4月1日に、光屋を各店舗とする商業施設などで構成される LT932 として開業した。なお、当施設に設置されたカラクリ時計の愛称は、同年5月1日に、エルカリオン932が選ばれた。 開業直前の1989年3月と開業直後の同年4月14日の2回のぼや騒ぎがあったが、高級志向の品揃えなどが功を奏して、初年度売り上げは目標を上回る約105億円となった。草津駅西口に A スクエアが1996年3月26日に開業。当ビルと同じ東口には、 草津近鉄百貨店が1997年9月5日に開業し、開業初年度に目標の約120億円をほぼ達成した。なお、草津近鉄百貨店は2003年3月1日に中部近鉄百貨店と合併し、中部近鉄百貨店は2009年3月1日に近鉄百貨店と合併することになった。 1999年5月に地下1階を改装し、昭和30年代の街並みを模した飲食店街、バンから横丁を開業。その後、秋フロアに、草津市が市の施設を入居させて支援する案が検討されたものの、2001年3月には、その支援案は撤回され、草津市の予算案は、資金貸付などに切り替えられることになった。そのため、 同年6月に、草津市の施設が入居することを見込んでいたフロアのテナント募集を行うことになった。業績の低迷していた各店舗の光屋草津店は2005年11月末に、当ビル内の食品や医療品売り場などの営業を終え、閉店することになった。この光屋草津店跡の地下1階から地上4階までの約7600平方メートルは、 2007年2月に不動産業者のミキシングが取得。同年7月14日にはこのうちの地下1階部分に子供向けの娯楽施設を開設したのを皮切りに同年9月21日にガーデンシティクサツとして営業を再開させた。このガーデンシティクサツはドラッグストアなどが先行開業した後2008年3月8日に各店舗として 阪急オアシス草津店が開業した。しかし、その直後の2008年5月16日に、不動産業者のミキシングが大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請して保全命令を受け、経営破綻した。2014年11月22日に地下1階に準駆動書店志画草津店が開業した。低層外部分の店舗などが入居しているほか。 上層階は集合住宅が入居する形で構想された再開発ビルである。低層階は開業時点では光屋を各店舗とする商業施設で61の事業者の内草津市街に本居を置くのは20店と地元中心のテナントが出店することになった。また光屋草津店は地下1階から地上4階までの 約7600平方メートルで出店していた。しかし、草津市の施設入居も検討される3月に、支援案を撤回など空きフロアが増大し、各店舗の光屋草津店も2005年11月末に閉店することになった。光屋草津店あとは2007年9月21日に、不動産業者のミキシングがガーデンシティ草津として営業を再開させた。 開業時のテナント構成は当地区としてはやや高級志向とされていたが、ガーデンシティクサツでは100円均一店やドラッグストアなどが導入された。地下1階部分には、1999年5月に昭和30年代の街並みを模した飲食店街、バンカラ横丁を開業したほか、ガーデンシティクサツの開設時には子供向けの娯楽施設が入居したが、店舗面積。 約2175平方メートルの純駆動書店、私学撮店が2014年11月22日に開業している。ビル開放時間7時から24時30分。ありがとうございます。